アマンダを見つける。誰やねんアマンダって。まあ最初とりあえず反対向けようか。何かがあるわけでもないか。枯れ山水やん、枯れ山水。道なりにしか行けへんのかなやっぱりな。アマンダって誰、あれアマンダじゃねえの。アマンダかなあれ。アマンダっぽいな。はい、こんにちはアマンダ。コーナー、会いたかったわ。よく変異体を見つけてくれましたね。操作でも優れた能力を発揮したとか。でも変異体とは不安定なもの、もっと用心すべきでしたね。話を引き出せると思ったんですが、判断エラーでした。まあいいでしょう。今後はくれぐれも油断しないように。バラですか、奥さん。人狼はかなりの困難を伴ったようですね。変異体をどう思いました？人間の感情、特に恐怖を見事なまでにシミュレートしたことで、非合理的と思える行動を取ったのでしょう。コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようですね。彼をどう思います？おじいちゃんやと思います。興味は。彼は短期で気難しい人物です。ですが昔は良い刑事だったようでした。興味深い人物です。残念ながら協力し合うより他ありません。誰やな。どう接するつもりですか。無視する、適応する。彼の性格に適応します。操作の利益を考えると彼の心理状態に合わせ衝突を避けるのがベストでしょう。分かってないわね。変異の兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。事件を解明できるのはあなたしかいない。お任せくださいアマンダ。アンドロイドでアンドロイドなのか。最終的に急ぎなさい、時間がないわ。何を急ぐの、何を急ぐの。アンダーソン見つけんの。喋れそうにていいの。いや向かわないよ、あえて向かわないよ。ショックを受けたのね。北極圏での緊張は高まる一方です。昨夜ロシアの貨物船とアメリカの巡視船が衝突したとの情報が入りました。威嚇射撃が交わされたものの、双方に損傷や負傷者はないとの確認が取れています。国防長官であるデニス・リグス氏はこれ以上過剰な挑発を見過ごすわけにはいかないと言明しています。北極圏に面する国、とりわけスウェーデンとカナダ、この両国は速やかに国際会議を開催し軍を撤退するよう呼びかけています。ですが今のところモスクワもワシントンも沈黙を守っているようです。状況の変化が確認され次第随時番組でお知らせします。はい、お願いします。何のこってかよくわからんけど、まあ、大変なこと起こっとるいうことか。日本人が中国人やな。あ、行けるかな。許可がなければお通しすることはできません。あ、すみません、通行許可が必要だそうですわ。お前絶対ハンバーガーとコカ・コーラ大好きやなこいつ絶対。おう、こいつと話したら話は進むはず。どうしよう、不安だわ。どうしたん、何が不安な。殉職した人、知り合いは一人もいいな。
ゃあもう話すしかないか。何が手がかりになるかわからない。結構綺麗やん。ご用件は？あ、そうでもない。アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。そばかす多いな。アンドロイドやの。警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。はーい。デスクってどこ？ブイーン。よしこ。じゃあこっち行ったらいいんかな。よし、取れた。めちゃくちゃいっぱいあるやんけ、見るとこ。多すぎだろ、これちょっと。こいつから喋るか。アンダーソン警部補のデスクを。あ、デスクを探せってことか。あちらのデスクです。どれ？あっちな。PM700。こいつは？PK800、RK800 か。あちらだどうかどうだろうか知らないよ。ほら見ないよそんなの。あ、アンドロイド並んでるわ順番に。順番並んでるアンドロイド。これ見ていこうか。あ、これ探せっていうだけ名前が書いてあるだけかもしかして。それだけのもんかな。それっぽいな。名前だけ書いてあるだけっぽいな。あ、そういうことか。もういいよね。あんま使えへんな。これ見て回ったから何かいいことあるっていうわけでもなさそうか。じゃあ、あ、ちょっとこいつら喋れんのかな。喋れなさそうだな。あ、ちょっと待って、ちょっと電話っぽいのが乗ってる。ちょあ、白紙や。これは白紙やぞ。多分この辺だったでしょ、アンダーソン。まあだけどあえて行かないよ。こっちの方で喋れるやつはいいのか。もうじゃあしゃあないか。あれ電源ちょうた。あれアンダーソンどれやったっけ。聞いたのに分からなくなっちゃったな。アンダーソン、アンダーソン、ブラウン。もうじゃあ戻ってきた、戻ってきた。こっち奥の方じゃなかったっけ。アンダーソンどこだよ。反対向いてるだけかな、もしかして。これじゃねえの。じゃあさっき見たやつや。アンダーソン見つけたでしょ、これな。アンダーソン警部補。すみません、警部補はいつも何時頃到着されますか。前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。どうも。どうも。昼前あれだよ、驚きだよ。めっちゃちょこんって座ってる。新しい職場探索する。もしもし、立つかじゃな。新しい職場なんやこれな。あ、よしよし、正面行くわ。はい。あ、あいつや、カールや。デトロイト在住著名画家の詩。うん、死んだんや。なんかあれ息子なんか言ったかな。アルコールドラッグに異動に悩まされるとか言ったわ。イワン首相の判断、うん、どうでもいいわ。なんかあんのかな。まあそういうのも関係あんのかもしれんけど今はええわ。まあ後からも見てっからな、見たかったら。ドイーン。何をしたらいいんだ。いっぱいあんねんけどやること。いっぱい並んでる。ここじゃあ見ていこうか。ヘッドホン、再生する。ヘビーダークメタル。
したな、誰か知らんけど、ヘビーでダークな見たの聞いたやつです。ハンク・アンダーソンに電話。あ、でもできる。もしもし、ハンクだ。今は出られない。メッセージを残してもいいが、かけ直すとは限らないぞ。すげえ留守電だな。ピじゃあな、メッセージは残そうか。どうも警部補、コナーです。サイバーライフから派遣されました。もうすぐお昼ですよ。オフィスでお待ちしています。よしよし、ピ、はい。なんだ、8分の1になるのかな。8分の1になるのかな。分析しよう。あ、分析まできんのか。何もないから無理。ここに戻っていいで分析しろっていうことか。なるほどな。よし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 。あとなんかあんのかな。黄色いマグないんやけど、それっぽいもんないな。めっちゃアンドロイド並んでるやん。あれしかないね。本と分析するとこしかないか。なんもやることねえのかこれ。走らへんもんなこいつな。喋り相手もいいしねし。ここ行ってみっか。しゃあないな。こことか行けんのかな。あ、行ける行けるやん。うん、行ったらあかんやつな。勝手には無理だみたいな。アンドロイドの俺が勝手に入れるような場所じゃねえみたいな。あ、あいつや、お前捕まってんや。尋問失敗したもんな。散髪失敗したんだ。僕は廃棄されるんだ。正直に伝える。おそらくね。散髪失敗してんだ。君の生体部品を分析して何が起きたか調べるんだよ。変異体は反応がない。まあそれは知らないな。どうした？どんどんしてるよ。扉を開けろ。わ、変異体だ。やばいぞ。開けたらなんかそっかもしれんやろ。すげえ。あ、死んだ。自殺や。自殺？連絡してくる。片付けておいてくれ。ちょっとどいて、ちょっとどいて、ポリス、ポリスめんどいて、ポリスめん、ちょっと閉めんどいて、もう、ああ死んだ自分で、なんかいっぱい書いたんよ壁に。ハンクのデスクの、じゃ戻らねえって、戻らねえってやることあるから、わ戻るしかないわ、くっそやられた。やられちまったなぁ。あいつ後から話しやがったんかなぁ。遠いで行かへんしょ、アンドロイドは。あ、行くんや。アンドロイド一応トイレも行くんや。うん、逃げる。逃げたい。アンドロイド、アンドロイドって書いてある服を着なあかんのかな。ただこれだけか。何もなさそうだな。いや、変異体死んじゃったな。ハンク帰ってきてんのかな。あ、こっちもあるよ。あ、おい、見ろよ。あ、こいつや。みんな大好きプラスチックデカの大戻りだぜ。昨夜はお見事だったね。ほんと最高。お前が邪魔しなければ何か聞き出せてたのにな。尋問した時におったやつや。挨拶をする。
自己紹介をする。はい、こんにちは。私はコナーです。お前みたいなのは初めてだ。そうかい。型番は？答える。 RK800 プロトタイプですよ。プロトタイプね。アンドロイドデカだぜ。そうだぜ。いつか俺たちに取って代わる。そうなんだ。おい、コーヒー持ってこいよ。なんで？さっさとしろ。無理です。すみません、私はアンダーソン警部補の命令しか聞けません。終わった。いいね。そうかい。うそうですよ。痛いんや。ハンクが邪魔してなければ今頃てめえは間違いなくゴミ箱行きで。俺の邪魔はするな。わかったか。次は容赦しないぞ。お前が邪魔してんだよこの野郎。お前ポンコツデカが痛いのかな。痛いふりなんかな。ネクタイ直しますか。サイバーライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました、はい、警察をサポートするアンドロイドは数年前から導入されていますが、犯罪捜査を担当する許可がアンドロイドに与えられたのは今回が初めてのケースになるかもしれません。実験的な感じ。この件に関してサイバーライフに取材を申し込んでみましたが回答は得られませんでした。うーん、なるほどね。人工知能が出品。ええやん、合理的である意味ね。そういうところは証拠的なもんで考えるとね。そうか、こいつらビビってんやな。職を失いそうで。なんかやってんの。捜査会議あった。またお会いできて光栄です。だが嘘だろ。ハンク、オフィスに来い。怒られてやんね。ついていこうか。めっちゃ後ろピタッてついていったろ。毎日10件もアンドロイド絡みの事件が舞い込んでくる、もう暴走しまくってね。アンドロイド、ばあさんのアンドロイドが行方不明だとかその程度だった。ばあさんなんだ。今じゃ暴力沙汰や昨夜みたいな殺人事件まで起きてる、うん、これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。犯罪として捜査を始め大事になる前に手を打たなきゃまずいことになる。そらそうだ。お前には一連の事件の関連性を調べてほしい。待ってくれよ。なんで俺が担当なんです。俺なんかよりこの事件に向いてる奴が山ほどいるでしょ。俺はろくにアンドロイドのことも知らなけりゃ携帯だってろくに使いこなせねえってのに。みんな手一杯なんだよ。それにこの類の調査はお前にうってつけだろう。ふざけんな。どうせアンドロイドの調査をしたがる奴がいなくて俺に押し付けたんだろ。怒った。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒だ。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。おい、そんなに私を怒らせたいのか。ハンク、お前は警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。減らず口叩かせてんのはあんただろ。まあもういい。今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのは強引だからな。問題だ。この話はもう終わりだ。そうか。ジェフリー、なんで俺をこんな目に遭わせるんだよ。俺のアンドロイド嫌いは知ってるだろ。マジで勘弁してくれと。ハンク、お前の文句にはもううんざりなんだよ。従えないんだったらバッジを返すんだな。それじゃあもう出てってくれ。私も忙しいんでね。ハンク、やっとけよアンダーソン。ああ。事件ファイル立ち去るアンダーソン。アンダーソン警部補がこの捜査に適任かどうか少々疑問があります。おい、アンドロイドの分際で俺に口出しをする気か。さっさとオフィスから出て行け。では失礼します警部。あら、アンドロイドって邪険されてんやな。やっぱ所詮機械やもんな。はい、
何すんの、操作を進める。変異体は反応がない。ハンクの様子を見る。だハンクのとこ行った方がいいんかな。いやハンクのとこ行きたくねえよ。まだ短期のぶっ倒れた変異体どこ行ったやろ。あと俺のことぶん殴ったあの野郎どこにやがんだんだろう。一発をお返ししてやりてえとこだな、あいつには。なダメだろこいつ。どうもできねえなこいつな。ダメだな。なんかねえのかよ。もうちょっとそのハンクと喋るしかないんかな。なんかロックマークついてんねえけどな、まだここにはないんかな。アンドロイドみたいにいるやん、あそこでも。あハンクの様子を見るとあそこね。あれだけど本でしょ、そこに置いてあるの。本やな、本だね。本ですよね。そうだな、本だな。カールの本だよ、しゃあないな、こいつ。合理的な態度、建設的な態度、理解を示す。どうしよう。あ、一番上がロックされてる。じゃあ、建設的な態度。あなたとご一緒できて光栄です。きっといいチームになりますよ。ポジティブに接する。パートナーとして接する。どうしよう。パートナーになったことですし、仲良くしませんか。無視や。ああ。デスク。どこかに使ってもいいデスクはありますか。そこなら空いてるぞ。そこ。真正面、やった。ありがとう。よしよし、これいいんじゃねえの。変異体のファイルを分析する。はい、何でしま、座って。音楽いけるよ。ナイト・オブ・ザ・ブラックですがお好きなんですね。私も好きです。とてもこうエネルギッシュで。お前ヘビメタ聞くのか。まあ音楽自体それほど聞きませんけれど興味はあります。おお、機械に伏せしやがってみたいな顔かな。ファウラー警部。ファウラー警部とは長いんですか。ああ嫌になるほどな。出勤。あなたはいつもこのくらいの時間に出勤されるんですか。嫌味か。俺は好きな時に出勤する。すげえな。いちいち余計なお世話なんだよ。お前すげえな。そんな仕事でええんや。すまねえな。おせっかいで済まねえな。変異体のファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。ほーい。ほい。アクセス。え、いっぱいいるんや。いっぱいいるってこと。こいつ誰。チャールズ・ベル。ちょっと待って、こいつは被害者はいつも通りアンドロイドを家に残して出勤したが、帰宅したところアンドロイドは失踪していたと。家に美味しい時にどっか行っちゃったみたいな。失踪中な容疑者。首を絞めたアンドロイドは現在も逃走中。チャールズ・ベル、はい、誰これ。サラ・コーンウェル容疑者、荒らしていると。手を荒らしている。何これ。失踪中。なんなフロイド見るとチョイーン言ってんけど、なんな被害者エデンクラブ。あ、エデンクラブ、あいつや。エデンクラブあったらマネージャー。成人用アンドロイド、あ、いやセックス用みたいな。ダッチワイフみたいなの。客を家まで送り届け、そのまま失踪と見られる。スキャンあったな、エデンクラブな。243件も。1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり急速に国中に広がっている。 AX400 型が昨夜人間を殺害したそうです。そこから捜査を始めると良いかもしれません。
のに率直な意見する攻撃によってプロとしての態度理解を示す。個人的な問題を理由に捜査を妨害するのはいただけませんね。お前に俺の何がわかるってんだ。お前はただそのプログラムを実行して黙って仕事してろ。おろ、よし、私の任務は事件の解決です。よし、あなたの機嫌が治るのを待っているつもりはありません。やれたね、好戦的だね、ちょっとね。いいか、てめえ、俺の好きにできるならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補、お邪魔してすみません。昨夜男を殺した AX400 型の情報が入りました。はい、現場はレイブンデール地区のようです。はい、あー、分かった。ちょっと仲悪くなったな、こいつと。気難しいやつやな。腹殴られるわ、なんかこいつにも捕まれるわ。ちょっと失敗したかなみたいな顔になってるよな。あ、ハンクは手がかりを得た。したかねってやろな。ちょっと待って。ハンクが怒ってから何かをしとかなあかんってな。なだめられなかったからダメなんかな。うん。気難しい野郎だな、本当に。よし、猫カズちゃんいらっしゃい、りょうちゃんいらっしゃい。撮影してんでね、ちょっとコメント返せないんでね。すまねえな、その辺は。ここなんかあったんかな、ここ。なんかここのとこあったみたいね。アマンダを見つけるときにあったんかな。アイコン。何これ。このマークは何だ、四角のマーク。スタートってことかな。ロックされたルート。ロックされたルート。成功、失敗。どこに成功と失敗があるのこれ。これどうなってん？アンドロイドが自己破壊する。失敗と成功で何なのこれ。じゃあまあいいか。